フランソワ・ピエール・ショー・ムトーンは、フランスの医師、植物学者である。薬用植物辞典を編集したことで知られる。チャズ・シュール・ローウーで生まれた。父親は、下界であった。パリで医学と植物学を学び、軍医となったが、血なまぐさい仕事に耐えられず、薬剤師の道を選び、バル・デ・フレイスで開業した。イタリアを訪れ、古典の書籍を集めて学ぶが、家事で資料を失った。 オランダ陸軍の医師を務めた後、ストラスブールで医師の学位を得た。プロシア・オーストリア軍の医師となるが、病を得て、パリに戻った。パリでは、多くの医学雑誌に寄稿した。1814年から1818 18年に、出版された、薬用植物辞典は425図の植物図譜を含む、植物辞典で、ショームトンが中心となって編集し、図譜は、 植物画家として当時有名であったピエール・ジャン・フランソワ・トゥルパンらが描いたチャウメトンは植物の学名で命名者を示す場合にフランソワ・ピエール・ショームトンを示すのに使われる。ありがとうございます。